声援もすごいですよね、はい、って言ってたらね、そういうの言うとすぐ鳴りやむんですよね、すごいですよ、言うて出てきましたけどね、はい、まだ何も言うてない、もう笑ってる人がおるんですけどね、もうぼちぼち見慣れていただきたいですよ、もうまあまあ笑いとりました、ね、まあまあ笑いとりましたけどもね、まあまあ笑いとったとかはええけども、お前もうタバコやめろな、タバコをやめろ、お前は吸いすぎやから、いや、いきなり何言うて、こんなとこで言わんでええやないか、もう煙たいし臭いし嫌やねん、いや周りに害を及ぼしてんねん、俺も被害こう思ってる、いや被害なんかないやろお前、だからこんな顔やねん、誰がやねんこら誰がこんな顔じゃん、誰がやにやこら、お前何一人で言うてんねん、とにかくタバコやめろ、お前吸いすぎやから、いやそれタバコやめろやったって、やめたってもやめられへんねん、タバコはやめたってもっていうことはやめたいと思ってんねやろ、いやさ思ってるけどなかなか無理やねんそれ、だからほんまにお前がタバコやめんねやったら、うん、俺も一緒にやめたるわ、いやでもお前タバコ吸えへん、だからお前が本気でタバコやめんねやったら俺醤油やめるから、お前マジか、もう醤油使えへん、お前この国で醤油やめるリスクエグいぞ、もうあったりやめる醤油を、ほんまにやめんねんな、ほんまにタバコやめや、俺醤油やめんねんで、じゃあお前が醤油やめんねんと俺タバコやめるよ、おお俺やめる、ほんまに醤油やめんねん、やめる、ほんなお寿司食べるとき醤油つけへんねんな、つけへん、絶対つけへんねん、つけへん、卵かけご飯に醤油かけへんねん、卵しかかけへん、ほんまや、うん、ほんなお刺身もそのまま食べんねんな、お前刺身はそんな好きちゃう、いやブレるわお前ブレるわ話、醤油はやめる、フライドポテトもそのまま食べる、お前もともと何に醤油かけてんねん、ぱったりやめるから、お前もやめろや、タバコな、いや女お前やめんねんな、やめますよ、ということは醤油やめるいうことはもう和食全般食べられへんいうことなの、そうや、やめんねんな、辛いわ、やめんねんな、うん、な辛い、そら辛いやろ、辛いと思うやろ、うん、ほんなお前も一緒に醤油やめてくれ、なんでやねん、なんで俺一気に2個もやめなあかんの、俺一人でやめんの辛いやんけ、俺醤油とタバコやめるストレスエグいぞ、ほんなお前タバコだけでええからやめろよ、いやだからなかなかやめられへんねん、タバコ完全にやめなあかんで、やめんねやったら隠れて吸ったりとかしてもあかんで、何がや、お前トイレで隠れて吸ったりするやろ、ほんなん俺もトイレで隠れてこっそり醤油寿司に垂らすで、お前なんでトイレで飯食えんねん、隠れてもあかんで言うてんねん、いや隠れてもあかんで言われたってな、俺ヘビースモーカーやから無理なんですよ、やめんの、俺かてかなりのヘビーショーヤーや、何やねんだいぶヘビーショーヤー、ショーヤーって何やねん、チェーンや、いや俺ヘビースモーカー言うてんねんから、ヘビーショーヤーはヘビー着てんねんから、ヘビーソイソーサーとか出てけへんのかお前、多い時4箱とか行ったりするよ俺、お前醤油を箱で計算すんなよ、大体タバコの何がええねん、あんなもん用なんやんけ、歩きタバコとかそんなしたりすんねやろ、危ない、いやまあたまにはそれはしてまうけど、これ絶対座り醤油しかせえへん、何やねん座り醤油って何やねん、基本必ず座り醤油、たまり醤油みたいに言うなよお前、歩き醤油なんかしたことない、いやそらそやろ、歩いてる時に醤油いらんからせえへんだけやんけ、寝醤油なんか持ってんのほか、寝タバコみたいに言うなよ、真っ黒なるからね、下手したら寝醤油あかんよ、絶対せえへん、じゃ寝る時にタバコいらんちゃう、醤油はいらんからそうせえへんだけ、タバコなんかいらんねんて、ほんなどうしたらやめるかな、何がや、例えば無人島に1個しか物持っていかれへんってなったら何持っていくねん、いやまあそうなってきたらまあタバコちゃうんかなとかなってくるよ、ちゃうんかなってなるやんけ、大丈夫なんやんけ、いやまあそれ言い出すけへんねやろ、持っていくんか、まあまあちょっと考えるけど、持っていくんか、ほなお前無人島醤油持っていくねんな、俺はナイフ持っていく、ずるいわ、何でやねん、なんで急にナイフ出てくんねん、俺無人島のナイフ持っていく、無人島やねんから、なんでナイフ出てくんねん、お前醤油や言ってたんから醤油持っていけよ、俺無人島の何に醤油かけたらええねん、醤油だけ持っていって、せやお前がタバコと醤油くられてきてんねんから、お前醤油持っていけや、いやだから俺ほんなら無人島に、うん、ほんなら俺タバコ持っていくから、お前でもタバコ持って行ってもライターないから座れへんで、じゃあそれはお前タバコとライターはセットや、いや1個って言うたのに2個やん、ずるいやん、ずるいことあれへんやん、だって俺も醤油と小皿持っていく、何持って行ってんねん、セットやんけ、お前無人島に醤油と小皿持って行って何の役に立つの、お前がセットで来たから俺もセットで行くわ、
それやったら、いやええよ、ほんな俺ライターあるから火起こせるからええやん、これ便利やん。その火で焼いた魚に俺醤油垂らしたるやん。やお前なんで俺の無人島ついてきてんねん。ほんなずらすから何日に帰るか教えてくれやん。何言うてんねんお前、なんで今スケジュール合わせなあかんねん。ほんまやめへんなお前。何がやねんお前、ほんまにタバコやめろ。ほんな俺もう傘やめるわ。傘させへん。お前傘やめるリスクもうエグいぞお前。リスク勝負。いやそれはあかんわ。俺そんなビチャビチャなやつと漫才でけへんもん。お前タバコの匂いまみれのお前と俺漫才してるやんけ。じゃそれはお前が我慢したらええやんけ。お前ビチャビチャやったら俺は我慢してもお客さんなんでこいつビチャビチャやねんってなるやんけ。迷惑かかれへんやん。迷惑かかるやろ、まあ、気になって漫才見られへんやないか。雨の日だけ傘さす。ああ傘やめてへんやん。日傘やめるやんけ。ちょ待てよお前、なんでもともと日傘さしてんねんお前。 UV ケアや。お前が UV ケアする必要ないやろ。リースのここまでの手袋だけにする。もう日傘はやめる。お前 UV の気にする必要ないやろ。だからやめられへんねんやったら減らしていけや。何がやねん。何本ぐらいいくねん。タバコ。まあ1日40本ぐらいすんちゃうか。俺も多い時40本ぐらい傘さすけどや。どんだけさすの。一気に傘さしすぎやろお前。お前アジサイみたいなんぞお前。多すぎると思うやん。多すぎるわそれは。減らしていけや。1日2本とかにせえや。何がやねん。俺も傘は1日3本までにする。1本でええねん。1本って言うたな。1本にすんねんな。1本って言うたで自分で。俺3本までって言うたげたの1本にすんねんな。1本にせえよ自分で。違うやんか。タバコと傘を一緒にするからええもしなんねやろ。自分で1本あんだ。違うやんけ。タバコは消耗品や。傘1本あったやろが。なんでそんなやめられへんねん。なんでそんなやめられんじゃん。好きや言うてんねん。そんな好きやん。いやだから俺ね、もう死んでからもね、棺桶にタバコ入れてほしいぐらいタバコ好きやねん。そうやったら俺も棺桶に醤油垂らして焼いてほしいわ。香ばしいしてほしいわ。お前どんな夢持ってんねん。焦がし醤油で死んでいきたいわ。そうしてくれよ。わかった。女お前死んだら俺醤油かけたるわ。かけすぎたらあかんで。お前何心配してんねん。体悪するからな。こんなでかいもんに醤油かけたことないから量ようわからんわ。お前の目利きに任せるからそれぐらい。何言ってんの。俺はそれぐらい醤油好きやねん。違うやねん。こんだけ醤油のこと言ってたらめっちゃ醤油好きになってきた。ないやねん。ちょっと相談あんねんけど、どうやったら醤油やめれんねやろ。いやもうやろ。